画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。本日はデッドバイデイライト、殺人鬼レイスの方をね、プレイしていきたいと思います。で、今回、音声後撮りとなっておりまして、これ音声を撮っているのが6月の5日、多分今日ですね。で、ゲーム自体は5月の19日ですね。で、5月の19日なんですが、この日に、レイスでメメントモリを決めてこいと、一人メメントモリで殺害してきなさいという、デイリーがありまして、まあ、この時ね、まあ、唯一一つだけ持っていた糸杉のメメントモリを持って、儀式にね、試合に臨むところです。で、この糸杉のメメントモリは、最後の生存者をね、まあ、自分の手で倒せるというものでして、まあ、このね、デイリーをクリアすると、6万ポイント、というね、非常に大きいポイントがもらえると。で、今回の動画ですね、まあ、かなり短くなっておりますが、まあ、メメントモリ持ってきたら、メメントモリはですね、まあ、1人をもう即殺害できるんで、まあ、試合展開早くなりがちです。まあ、それにしてもね、早いだろって思う方いるかもしれませんがね、まあ、その、なぜそうなったのかっていうのは、まあ、動画をね、最後まで見ていただければわかると思います。まあもうこの時点で動画の半分ぐらい過ぎてますね。まあそれではやっていきましょう。ファザー・キャンベルズ・チャペル。ということでね。はい。はい、一人切断しました。回線がね、切れたんでしょう。多分ね。で、あれはもう、もう3人になっちゃやってられないってことで、2人目も切りましたね。バン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 鳴らして。で、追っかける、追っかける、もう追っかける。容赦ない。で、透明化を解除して、はい、叩く。ああ、切れちゃった。で、ちょうどいいことにね、まあ、そこにハッチがあると。で、ミンちゃんももう固まってる。まあ、とりあえず、一旦壊して、ちょっと一回ミンちゃんの方見てね。ああ、ライトカチカチ。で、まあ、これはね、ハッチを閉じて、まあね、ノーワン持ってるんで、ね、叩いて、切断と。というわけでね、まあ、せっかく1個しかないメメントに森持ってきたんですが、まあ、全員のね、回線が抜け落ちるという、まあ、そういう悲しい事態になってしまいました。で、まあ、これね、このデイリーをクリアするまで、まあ、およそ2週間かかってるんですが、まあ、その次のね、まあ、2週間後のその時の様子っていうのは、まあ、次、明日かな？明日の動画、明日出したいと思います。それではご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。